ワ m a ドワンワールドワンワール田竜平のはまぐり顧問の編真夏のサイキックミーティング こんばんは北野誠です。そしてこんばんは竹内結子です。はい弁護士で俳優の住田隆平です。はいということでやってまいりましたはい、はい、真夏のサイキックミーティング。まあの良かったね住田隆平が浜区五ッの辺やってくれててそうなんですよね <laughs> 本当にこのハブとしてね <laughs> ハブとしてもうね、えー、京都の風物詩になりましたね、はい、夏のね、はい、そうやねあとまだ年末読んでね。はい <laughs> 年2回やっとかないとね、2回やっとかないと、今年はね、2月に CBC のラジコ特番で、そうですよね、行かせていただきまそうそう、あののあのラジコワンデイスペシャルで、豪華なリレーをやりましてね、そうそうそう、10時間特番で、そうや、あの時ね、終わったあのね、打ち上げに行く途中ね、僕、すごい調子悪かったじゃないですか、心配してくれるぐらい、でもなんか物入れたとたに、シャキーと元気になって、お腹空いてただけでしたね。 あの、後で考えたらね、あれがひょっとしたらとかね、思ったんだけど、全く違いましたね。物入れたら、本当に出た。その割に打ち上げで寝てましたけどね、それはもう疲れてるんですよ。調子悪いと言うんじゃなくて。本番中にも寝ますからね、僕ね、最近。竹内先生、最近そういうの多いですね。この間もね、あの、盲言フリーマンっていう、私と竹内先生でやってるイベントで。イあの、ま、盲言を言うイベントなんですよ。あくまで。でそれで、ある、ま、あのね、今世間を騒がせてる、大物タレントと、ま、 ああ、その、もう一人の若い、お笑い男性、タレントのこととかを話してるときに、竹内先生にその邪水を振っても、いや、別に何もないんじゃないみたいなことをね。ずっと。あの、それは慎重になってるわけじゃないですよね。いやんそんな別に何もないと思うよ、みたいなことを。何時に寝てんねん。なんでかなと思ったら、しばらくしてスーッと立って、トイレにひどいで行ったんですよ。そうそう。寝るんじゃなくて、あの、 お腹調子悪かった。本当にの悪かった。フレッシュ9時半、北太郎、入れの。以来ですよ。あれ以来ですよ。あれ以来。だか言われましたもんね。今年のそのラジコ特番でも、あの、ね、音体が。そうそう電話で出演なさって。はい。竹内先生に対して。はい。君は昔から後ろぐらいところがあったっていう。 言われましたね。言われましたね。言われました。あん時でもあの、考えたら、あの、北太郎先生とあの、ラジコワンデイスペシャルで喋った時に、北太郎先生が、人と鍋食うたらコロナ移るで、いうのが、まるで予言のようになってましたな。なってますね。はい。北太郎先生は絶対にあの予言、あの、鍋絶対人とつかないですからね。コロナ以前からそうなんで以前いや、もう以前から、あの、ナイトスクープの、 忘年会とか、僕はいつもなんかね、店、僕は店探しすぎて、はい。だいたい僕が店、この辺でええんちゃうのっていうところでやったけど、うん、絶対に、あの、その時にあの、ABC のスタッフはそれ知らんかったから、たまにあの、任すと、鍋を、店をやるよんねよ。うん、お座敷で。はいはい。それを、俺が絶対あかんでて、<laughs> なんであかんのですかそこまで反対される木北太郎先生が来ないから。<laughs> ああ、そうなんです、ね、絶対ダメですよね。<っ>いい絶対ダメやね。 本当に。は箸をこうね、同じ鍋につけるということ自体が、もう我慢できないらしいんです。そうね。あの、菜箸でね、取ったらよろしいやんって言うけど、大体人間な、用うできたら自家箸しようそうそうそう。まさにそうですよ。唾液が入ってね。そうやね。なんで嫁以外の人間と鍋をつつかなあかんねんと。理由がわからんって言ってありましたからね。徹底されてますよね。徹底されてます。はい。はい。ま、個人主義の方ですからね。いろんな意味で。 いろんな意味でってどんな意味がどんな意味やねん。欠癖な方ですからね。欠癖な方。いやでもあの時嬉しかったですよ。その、え、ね、あの、まあこうさん、竹内先生とご一緒させていただいて、ほんで、打ち上げでは、もうひとしきり、そのね、木田先生のお話を。はい。みんなでね。みんなで。そうやね。知ってました、竹内さん。ええ。僕ね。うん。もうね、本当にね、あの、木田先生のね、やったことでね、すんげえ悲しいことをこうやって発見しまして。あ、なんでしょう。いや、あのね、実は、 あの、昔、あの、探偵ナイトスクープの楽屋にて、あの、ね、ザコバ師匠が、ね、あの、俺と俺を楽屋に呼んで、わしもぼちぼちな、あの、決起したいねんと。決起決起する。決起したいねん何か思うとこがあるんですね。で、いや、でも実行に移したいねん俺はもう限界に来てんねん、誠と。お前、確か、あの人に泣こうとしてもうてるような。はいはいはい。 わしはなと、世にな、もう晒したいね。あ、ほう、それを。昔の武将みたいなもんですね武将ですね。もう、な、なんかね。もうね、一緒に番組ではたまになってて。もう辛抱たまらん。はい、はい。そういう瞬間があるともう、それは、あの、もう抑えきれないもんが。あうん。せやから言うて。俺一人で。はい。 やったら、俺、なんかの番組で生放送で追ったときに、うんうん、まあ、例えば生放送やなかった、俺が結婚したら、ね、ね、まあ言うてみたら、キリンが来るみたいなもんですよ。ああ<ー>。<お>うん。<laughs> はいはい、敵は北太郎にありみたいなとこがあって、<laughs> ね、何かをね、結婚、うん、してしもたら、それは収録やったら、ええ、それは、 あの、カットされるに決まってるってまあ、もう一んカットしますよね。うんうん、当然。生放送やと。やるとしたら。やるとしたら生放送やと。<う>そこで、その時にや。うん、あの、まあ、俺一人で心持出し生放送やったら。はいはい、まあ、あの、その時、高地2歳、まだね、うん、ご存命やったんで。うん タカジンにこれを頼むと思うんやと。うん。タカジンの番組で生放送で、俺,俺とタカジンのおるところに、はいはい、あの、例えば、関西で関西人の胸いっぱい、うん、まだタカジンさんやっておられた頃に、あの、北先生をお呼びして、<ん>で, <laughs> ええ、で、お前がおって、うん、お前がちょっと油断させてるうちに、うん、俺が生放送で結婚すると。 おぉ、結構本気。じや、ガチモードで、俺、ナイトスクールの楽屋で、俺、正座して聞いてたもん。あららら。いや、ほんで、やりたいね。いや、それはいくらなんでも、その、師匠、ちょっといくらなんでも、むちゃちゃがむちゃかな、と。あの、いや、お前がやる言うてくれたら、お前がやる言うてくれたら、俺は高信人この話を振るつもりや。先に高新にさともに振ってからの方がええんちゃいますか、と。 ですよね、順番がね。順番がえ、そんなところの俺、いや、それはいくらなんでも僕も仲ほどね、はい、してもらってんので、いくらなんでもそれは、ね、無理ちゃいますかね、うん、言うてたんですよね。そういう話があったんや。あったんですで。あったんですよ。ええでまあ、そんな言うてるちに結局、まあ実行に移さず、 ね、あの、我が敵は北殿にありということもなく、そのまま終わっていって、で、言うてるうちに高人さんが癌になられて、なるほど。で、まぁ、一遍復帰された時に、僕はあの、高人さんに、兄さんに、兄さんもうちょっと、あのね、雑魚場ようと、僕と高人さんで、お通夜の番っていうのがあるわけですから、それを見るためにも、 長生きしてくださいよってた高に兄さんが、そうや、俺らには重大な使命があるからね。って思ってて、その話をしてて、まやけど結局、まあ高人さんも亡くなられて、だから私もちょっとね、病気されて、あっと思ってた時に、ある時ふっと、なんか、あの、北太郎先生なんかの時に僕は、そうや、 あの、ラジコワンデイスペシャルの時に、北太郎先生はどういう人生を歩んできたかっていうのを、なんとなくこうウッキペディアとか見ながら、うちのスタッフと調べた時に、実は、もうお通夜の番だからないんですよ。実はね、北先生は生きていらっしゃる間に生前葬もしてたんですよ。あ、もうなさってるんですかしてんねや。んよ、呼んでた。呼んでた、んや。 いろんな動きを。いろんな動きを。後に自分が死んだ時にどんな動きになるかというのを、う<ー>もうすべて読んで、もうだから、もう生前葬なさってるんですよ。もうやらへんねや。やりません。なんから他の方が生前葬される趣旨とはちょっと違う意味違う意味で。予防的に。予防的に。もうだから、はい、ないんですよ。 <あ>僕はもう唯一泣こうとしてもらってる芸能界でたった一人泣こうとしてもうた人間やのに、はいはい、僕ですら、うん、おっちゃんには呼ばれないんです。<laughs> 呼ばれないわけやもうやっとるからな <laughs> 考えたなぁ。考えよったなぁ。考えよったなぁ。誰にもあのね、織田信長ほど油断してないですよ。ですよね。はい。もう、すべてにこう気配って。もうすべてに、あの、鉄壁の、はい。あの、やっとやってだから。もう俺は、ね、近畿機内を抑えたから、はい。俺を裏切る者などおらんと。お手勢わずか2、300人で、え。本能寺で宿泊するなんてね、そんな油断はね、 あ,ありえない。ありえないね。<laughs> なるほど。素晴らしいなもう麒麟は来ないね。<laughs> なるほど。そういうことか。もう手を <laughs> 俺ちょっとびっくりしたわ。<laughs> え、生前葬やってんねやと。おうん。だから、あれ知った時の。 俺の驚き。ですよね。はい、誠さんすらその生前荘に行ってらっしゃるい行ってない行ってない。だから、多分その生前荘は、うん、多分一度やられて、多分 ABC かなんかで、はい、多分番組かなんかで、あの多分鶴瓶師匠とかが参加して、うん、多分生前荘をやっておられるんですよ。なるほど。だから、生前荘をやられてるから、うん、もうやらないと。もう多分、おつやすらないにやろうなと。 もうすべてにおいて痕跡を消そうということ、ねはい、消そうということですね。自らの。はい。だからもう、本来なら、うん、はい。あざこばあしとも倒れられた高井さんもなくなったけど、うん、まだ俺の右腕にはですね、はい、あの、こえぴょんという、はい、はい、傍若無人なあ。ああ、奴が、<laughs> もうどうなってもええと思ってる。こ <laughs> の、おつやには、<laughs> ね。 はい、コエピョンはあの、開かずの間を開けた、数少ない人。数少ない人で、ね、まあ、あの、もう別のものを見たと証言されてる数少ない人なんですよ。その話をあの CBC の後の打ち上げでしてて、声ぴ、はい、コエピョンが開かずの間を開けた時に、はい、まあ何とは言いませんけれども、はい、4つ置いていたと。そうですかね。うん、4つかな。はい で、四つか、まあ、四つか知らんけど。で <laughs>、はい、て話をして,て。て、まあ、で,で僕はその話聞いてて、うん、あ、じゃあ、四つあるんですね、みたいな話をしたら、はいはい、その時いらっしゃったね、スタッフの女性の方が、はい、いや 今装着してるのがあるから、プラス1です。みたいな、なんかね、ちょっと引っ掛け問題みたいな。装着って。いや、あの、マスクですよ。マスク、マスク。ス5つ。え、そうなんですよ。ここ引っ掛かりやすいんですよ。はい。置いてあるもんだけじゃなくて、プラス1っていうね。それは常にプラス1ですよね。なんか中学の受験の問題みたいですけど、引っ掛け問題。引っ掛け問題。引っ掛けだよ。だから、それをね、いや、じゃあ、まあ、誰もお子さんもいらっしゃらないし、まあ、奥さんだけですから、そう考えたときに、 固見分けっていうのはあんのかどうかですよ。もう、おつやは諦めました。はいはいはい。おつやはもう私の中で、あ、そうかと。もうもうあれやねん。ほんまに本の字はもうないと。いうことになると、もう、あとは固見分け。これ誰がこの絵を固見分けをしてくれるのか、それとも、もうそのままダビに伏すのか。ところが、この間、あの、CBC ラジオで、あの、亡くなられた時に、この、漢方家の中に、 入れる入れない入れる入れないがあると。うん。で、亡くなられた時にいろんなもの入れんねんけど、うん、実は、最近ね、もう葬儀屋さんも、あのやっぱりあの、燃やすというダビにふす時に、あれやっぱり、あんまりね、はい、物を入れんといてほしいというのがもう体制を締めてて、最近はもうあんまりね、本当にあの、ちょっとしたものしか入れないらしい。ですよ、ね なんか、何年も昔は、入れてて、これも入れたろ、俺もうちの親の時いろんなも入れてましたけど、もうそういう風習はなくなって、今はもう何にも入れないのが、もう主になってるらしいですだから、あの、5つ。まがたまね。5つのがたまを、3種の神器というか5種の神器というか。ドラゴンボールみたいな全部集めたら。全部集めて、 ね、もう、あの、ね、シェアロンが出てきて、お前たちの望みを叶えてあげようとかじゃなくて、この5つの神器みたいなのは、あの、多分入れないと思うんですよ、もう世の流れはね。入れるとね、もう不純物です、不念物ですから、そうですよ。あの、違う煙になりますから、あの、天国と地獄の、あの、クライマックスです。はい、ほんまにこんな話してると嬉しそうですよね。違う色の煙、あれ白黒映画なのに、あのために白黒にしたんですよ。最後ピンクの、 あの、煙が上がるんですよ。あ,あそこで証拠焼いたっていうことになって、バーッてみんな駆けつけるというシーンがあるんですよ。はいはいはい。あのカバン、カ革のカバンね。はい。うん、それと同じことが起こりますからね。ああ<ー>。煙がわーって上がった時に、ちょっと色が違ったら、はい、あ証拠焼いてるって、ピューっていくみたいな。<laughs> <ー>うん。だから、生き生きとしてますね。<laughs> <laughs> いやだから、ほんまに、これをどうすんのかなとも、僕はもうおつやとかも、多分もう身内うだし、と思うんですけども、多分、もうそれはもうおつやの番っていうね、最高にいろいろ考えた、最イ時代にも考えた、あの、ほんまに映画に撮りたいぐらいの、おつやの夜。あ、いいっすね。っていうのを、前考えたんは、みんなで行って、ねあの、ま、おつやの番に行って、で、あの、俺が、 あの、泣こうとしてもらった奥様を慰めてる間に、うぴょんとザクバシャ動くっていう、この想定があったんですけど、もこれがなくなった今となっては、はい。うやむやになっちゃうってことですよね。つまり、うん、あの、永遠の、と我々は永遠の謎として、はい。はい、昭和、平成、令和、この時代を超えた謎が。謎が、謎のまま、まま多分解き明かされることなく、うん、誰の目にもさらされることなく、 ナイトスクープで、こんなんがほんまにあったら逆バンジーしたるわーって言うたけど、言葉がね実際に逆バンジーせない赤羽目だなったけど、えー、私は高齢でこういうのになると命を失う可能性があります。まだ医者の診断書まで持ってきて、できない理由を書いてきはった人ですよ。 ああね、なんかまあその辺の気持ちたるやね。そうです。うん、あの、ザコバー師匠がね、はい、鶴瓶さんと落語の語をやってた時に、はい。音イがゲストに来られた時があって、はい、で、これは今僕、あの、まこちゃん方聞いてね、うん。あ、結構されたのかなって一瞬思ったんですよ。はい。お客さんで。はい。はい、あの、音体が落語の語にゲストに出た時に、はい。頭から最後まで音イの顔にモザイクがかかってたんですよ。<laughs> ず最初から最後まで最後。最初から最後までですよ。取れなかったんですよ。あ <laughs>、雑魚飯結婚しようったな、と思って、今の聞いて。<laughs> してないけどね。してないけどや。まあ実は、罰ゲームやったらしいんですよ。罰ゲームで。それで、あの、ずっとモダイブで顔出さないという罰ゲームになったと。鶴瓶さんと何かかけかな。ああ、やって負けはった。はい。罰ゲームで顔は出さないと。そうなんだ。けども、なんか僕らはこう邪推するやん。そあはまあ、せやはね。ねえ。はい。はい。だから、これひょっとしたら僕らはもう永遠の謎で。謎ですよ。終わってしまうのかなと、今年。でももう、 北太郎先生も 88? か、その辺ですか、ね、そうですね。80代後半って前おっしゃってましたね。ね<え>いやうちのお袋よりちょっと一つ部屋が多分88やね。はい。はい、じゃあ、うちのお袋とほぼ変わらん。うちのお袋90やからね。そうなんですよ。ほぼ変わらんわ。変わらんのよね。うん、そうもう、お風呂なんかもちっちゃくなってしもうでね。はい。もう、よぼよぼになってるんですよ、うちの風呂なんかね。うん、それに比べてやっぱ北太先生シャンとしてて、うん。あの、お口もふさふさやしね。<laughs> <laughs> それをおかんがよぼよぼやるの、おぐしのこと言いたかったから言ったやろ、今。<laughs> おぐして。はい。さあ、この番組は、京都の不動産株式会社、桜の全力の提供でお送りします。そうそう。あの二、ー、人で喋ってる、ハマグリもんで、はい。 延々とアンジャッシュの話、渡部の話。やりましたね。やりましたね。あの回はしかし、ずっと、渡部のことしか喋ってなかった。そう、90分ね。90分ねえやないかな。すごかったね。ワンイシューでね。ワンイシューで。ワンイシュワイで。優勢選挙みたいなね。あの、民営化のあの、小泉純一郎が、もうそれだけで、うん。一つの争点でやったみたいにあれはね、リスナーのね、評もすごい良かったんですよ。はいはいはい。 ねえ、すごい書き込みが多かったですよね。でもそれを竹内先生から、後日ね、はい、LINE いただきまして、うん、あの日はやりきった満足感がありますと。うん、てって、言ったかったな。<laughs> 60代半ばでね、<laughs> そんな、<laughs> 渡辺のね、はい、あんなトイレ不倫を、そんなね、ねえ、うん、恋して、はい、でもあれは一つの継承ですよね。 あのー、ね、渡部さんが、まあ、何か功績があるとしたらね、ないけど、あるとしたら、<laughs> あ検証ならされたないけど、けどあるとしたらね。だら検証ならされたと。検証って。検証ですよ。あの、多目的って言うけど、本来多目的というのは実は多目的ではないということを、ね、ちゃんと知らしめてくれたと。うん、多目的やから何に、うん、使ってもええやんというような声が、やっぱり出がちだったんだけども、うん、やっぱり多目的トイレってのは基本的にトイレをするところであると、うん、いうことを知らしめてくれた。あ あれはでもほんまにあの後、うなんか、白川の駅とかで、男の台が詰まってて、多目的で開いてても、非常に入りづらいんだったね。あれ、ほんとに入りづらなったわ。うん、多目的に入るタレントがこの世にいていいのかみたいな。ね。ねだって俺はでもめっちゃ腹減る言ってるけど、もうここしか開いてないからええんちゃうの。で、どなたでも52を使いくださいって書いたっ,っ,ってます、変えてます。書いてんねんで。だから本来ならお腹ごっついたかって、うん、もうあーっと思ったら、あそこ入ってえええはず。 けども、あれ以来ね、あれ以来、また品川の新幹線、JR 東海の品川駅の多目的トイレは、本当にバンってやったら、ベッドがバンと出んねんね。あれはだって、ほんまに赤ちゃんとかがんむつがいとか、鍋のもんで、引っ張ってほんまにバンとベッドが出るようになってるから、だからもうそれが、扉開けた時に、そのベッドももう開いた瞬間見えるわけですよね。 もうすげえ金箔くが漂いますよね。俺ほんまに、もうなんか、あれ以来なんかお腹痛くても絶対もう待っとかなかった使ったあかねあ<ー>本来なら誰でも使ってええはずなのにとすげえ思いますよね、あれね。いらん気使わせますよね。あれは思いますね。いやあれは本当に僕は、あの、相手してる女性もね。うん。うん、まあ、ある程度、まあ、それでもいいかと思って言ってるんだろうけども。そうやね。けども、なんかイメージ本当悪いですよね、イメージ悪いね。うん。 まああの女の子いかんかった絵だけのことやんと俺はほんま思うけどね。ほんまうん、うん、いや別に渡部カバーきないけど、はい、断る権利はあんねんかあるから。まあそうですね。いや俺がね、うん、あの松原谷氏にね、事故、うん、物件済まして今売れてるやんか。はいはい、でもね、あれなんかね、ツイッター上ではね、うん結構 こうね、俺のパワハラやって言われんのよ。あ、そうなんですよね。初期の頃は特にね。ああうん。いやでも、でもあれ、もともと、うん、俺の、あの、小中芸能のね、お前ら行くなの階段ライブやった時に、小中芸能が、昼夜2部、二部制で、あの、若手が喋るとこの階段コーナーに出てもらえません出してもらえませんかと言われたわけよ。うん、で、俺は、いや、別にかめへんよと。な若手の喋るコーナーを作ったわけやんか。はいうんで その中で、谷氏が喋ったんが、小中芸能の若手芸人が住むと何日かしばらくしたらおかしくなる部屋。あるっていう話を谷氏がしたよね。はい、で、それはまあまあ、言うてみたらほんまにちょっとなんか、あの、もともと病院の 病院やってね、<ー>そのもともとが。で、その、行ったら、まあ見に行ったらわかんないけど、うん、あ、これもともと病院やなと。で、なんで病院かなっていうのはわかるか言ったら、その、<laughs> まあなんか建物自体がもう完全にあの、昔の古い、あの、ちょっとだけあの、町の,、ま、の医者やねんけど、入院する施設もちょっと作りましたよ <laughs> いと,という、7部屋ぐらいついてますよと。で、それがなんで病院かわかんと、うん、ドアが、ドアが、うん 普通、内側から外見るやんか。ええ、そう、外側から中見るような。監視するみたいなやつでね。なるほど。そういうドアの、はい、あの、病院の、はいはい、多分ぶん、これ病院やなと思って。うん、で、そこで、なんか、小中の若手が何にもおかしになったから、言うて、その話を谷氏がしたから、うん、俺、ま、前から自分で、お前ら行くなで、あの、ちょっと幽霊が出るって言われてるアパートを、うん あの、引っ越し後がって、ちょっとそれウィークリーやったよね、うん、そのマンション、マンションとかアパートが、えー。ウィークリーちゃら、1ヶ月か、マン,、うん、マンスリー。マン,リーマンスリーやったから。うん これそこ開くんやったら、うんうん、我々がそれもまあ継続してくれたら、我々があの家賃払うから、うん、そこで定点カメラ置いて、<あ>撮影するわ。るだから僕らは、その代わり僕らは、あの家に帰ってるけど、時々その鎌倉監督はそこの定点カメラに、うん、あのビデオ買いにとか行ったりとかして、で、どんなカメラか言ったらそのカメラは、あの言うてみたら、あのエレベーターの、うん、あの監視カメラなんですよ。 はいはい。まんま動く、あの中に、角度が広く動く。物事が動いたらそれがすぐ寄っていくわけ寄っていったりとかするカメラで、で、そのカメラがずっとそこで使っててんけど、そのカメラがもうなんか、その定点観測をマンスに終わって、ちょっとしか不可思議な現象取れへんかったけど、そのカメラどっかで使いたいな、思ってたよ、また。ほんなら、谷氏がそんな話したから、打ち上げの席で、もっぺんそこに谷氏住んだらえええんちゃうのと。 って言って俺が言ったんやけど、うん、まあ、断る権利は当然あるわけでも,も,ちもちろん、もちろん、ね。俺も無理強いする気なんや。うんうん、ただまあ、小中芸能は、うん、その時におったマネージャーとか、うん、でもあの、他にも若手芸人おったけど、誰が住むやつおらんかな、と俺軽いタッチで打ち上げで言ったら、はいはい、タリシがもう仕事全くなかったから、ええ、恐る恐る自分で手あげたや、うんうん。そうなんや。 うん。自らが。自らが。そうそうそう,そう。うん、いや別に辞めたら俺その企画辞めるつもりやったけど、えー、これパワハラちゃうでと思ってた、ね、全くね。ネ <laughs> ット上ではまこさんのパワハラやという人いやもう今、パワハラってことで生まれたから、これはもう誠の圧力に屈して、かわいそうに谷市がやってた、えーあのー。そうなんですよ。つま、まあ冷静に見るとね、その頃っていうのは事故物件とかに住むということ自体が、いかに恐ろしいことかと思われた時代なんですよ。はい。マジで。で、そこにやっぱり仕事ない人が行くみたいな感じ ななっったたからちょといみね、うん、でも、いろいろ話聞くと、それはやっぱり芸人としては選ばれたことだし、うん、あるいは自ら主願したことだし、うん、それは芸人としていいことだよね。うん、あのでも世間的なとこから見たらちょっとかわいそうみたいなのがあったというレベルだと思うんですけど、 ほんでまぁ結局ね、その、またその問題の、一番正直言うの若手がおかしくなったアパートに、うん、谷氏が結局申し込み行ったら、絶対芸人大丈夫ですよ、今まで何にも住んでますから言うのに、断られよって、ね。<ー><ー>ほんでまたこれがまた運命面白いところで、はいはい、ほんなら俺がちょっと北海道かな、なんかで、お前らがロケやってたら、うん、谷氏がなんか無理でした、審査落ちましたから、うん、お前芸人で行けるって言ったんちゃうのと <laughs> なんか僕ダメでした。でだから、俺がほんで、じゃあ俺今からって言って、ずっとスマホで探してたよそういうの。大阪殺人事件。ほなら、え、すっげえ、まあそれは、そのマンションで事件があったけど、直接の部屋はさすがに貸してないねんけど、それの近くに、そのマンション全体のその4階がその、 ほんまのインスタント事件があって、ここはさすがに貸してない。けど、6、六階に、あのなんか、同じような作りで、貸してるから、どうも見てたらなんか、ネットの評判見たらすげえ悪いから、ここに行けと。なるほど。お前ここ行ってこいと。言うたら、たまたま、そこがオッケーで。しかも行った時はでもさすがに向こうの不動産屋も、 いや、いや、これは、あとか、もっと他に同じような条件ならこちらかって。<laughs> 最後も震えながら本当にいいんですね、これでって言って。持ってきたところに住んだら、いろんな、なんか、オーブが飛んだりとか、変な事件が、変な現象がいっぱい起きて、うん、まあ、大成功になって、はいはい、そこから物語はだんだん今の谷氏に繋がっていくねんけど、うんうん、あれを今なったらパワハラやろとか書くやつがおるから、めっちゃ腹立ってやる。腹立つやろうね。うん、どちらかといえばもうね、谷氏のね、 タにシはもう、たにしはもう今俺に恩義感じてるけど。ですよね。なんか知らんやつが、うん、なんかネットであんまよく分かってないやつが、はい、あれはパワハラやとか、はい、いや、パワハラって断る権利あったから。いや、もうだから、あれ、もうマジで言えば、やっぱりコちゃんがね、あの人の人生を変えましたからね。そうですね。だからやっぱりもう、松原タにシという芸人がね、やっぱりここまで、やっぱり、 ね、メジャーになっていくなんて、なかなか。映画ですもんね。そうやで。この映画も流行りそうですね。いや、流行りそうですよ。なんかもう、当たりそうやから。当たもでも、ね、シリーズ化が見えてる感じでし。そうやもん、そうや。いくらでもネタ出てくるからね。そうやね。だってあれ、まあ一応ね、よ、あの、見ましたけど、あの、もう、下で見たんですけど、あれまだ、あの、三分の一しかいってないんでね。ああ、じゃあ。だからあれもし当たって、亀梨さんがもうちゃんと、 僕まだやりますよって言ったら多分、くと思う。一発で決まるよね。はだから、そう考えたら、まあ、ひょうたんから駒みたいなもんやけども。んたまたまその一番最初行こうと言うとるとこあかんかって、その、まこちゃん調べたところ。調べたところが、また当たりで。オーブが出たということが、もう、これがね、評判になったからね。そう、あいつのまた持ってた運やと思うそうや。すごいですね。すごいね。あれがまたせやからね。 あの、オッケー、岡山が、俺が、あの時、独身やったらなーって。岡山くんね、岡山くんね、そこやん。そこやね。なんか、なんかエクスキューズがあるね。岡山くん。岡山が言うのよ。からさ、いつも谷し見て、谷しがどん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 売れていくやんか。で、それ岡山が、その時には、あの、なんか、事故物件に住む住めの時も岡山知ってるわけやし。で、実際に一番最初の事故物件谷しが住み出した頃、 僕らも、岡山連れて、そこの家にロケ行ってんだよ。うんうん、で、それを見てて、まあ、その時は岡山も、まあ、こんなんいろいろ言ってるけど、うん、ようやりまんなみたいな感じで言うてたよ。ところが、だん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 、何年か経ってうちに評判立ってきて、だんだんこう仕事増えてくるやんか。うんうん、そしたらいつも、岡山と私が年に1回か2回ぐらい会うねんけど、会ったら、あん時俺が独身やったら、<laughs> 俺が事故物件住んでてんけどなーとかっていつも岡山が言うねんけど、あれいつもその話聞きながら、多分お前がそこ住んでても、お前多分気づかんかったと思うね。<laughs> あるやん。あり,あります、あります。同じようなことしても、やっぱり人間ってさ、気づくやつと、気づかんやつおるやん、俺、うん。あるんですよ。 うん。なんかね、その昔話とかでもあるパターンですよね。その、小太り爺さんとかでも。そう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 。二匹目の土壌を狙っていったら、ろくな目に合わないみたいな。そうなんです多分全然違うんでしょうね。よく書いていくとあんまりよくないんですよ。はいはいはなん純粋にね、なんかそこに住みますとか、一回行きたいですとか言うのはいいんだけど、あいつ当てたから俺も行ったら当たるで、みたいに行くと当たらないんですほんまにひどい目に思て。いや、だから、ほんまになんかこう、ほんまにひどい目に思ってけど、岡山がいつもなんかもう いつも谷市の活躍、ね、だんだん売れてきたの見て、もう今なんかもう、<laughs> 谷市兄さんって言いそうなぐにいで <laughs> 映画出してくれよ、俺も、みたいな感じになんねんけど、あれ多分岡山が住んでても、多分やけど気づかんかったなと。そうですよね。ほんま、あれはもう谷市の持ってる、うん、なんか人生の運やねんなと思う。と思いますよね。うん、うん。だからその、まあ、お笑いということに関して言えばね、うん、ま、松原谷市もお笑い芸人だから、うん、いろいろこう芸人としてやりたい部分いっぱいあると思うんですけども、でも、あの、 すみます芸人というか、うん、自己物件住むこと,ことに関しては、非常に純粋やったのよ、うん、あいつ。そうやね。うん、もうなんかわりかし自分からこう、ちゃんとやろう、ちゃんとやろうと思うような真面目なとこがあったから、うん、はいはい。あれが交換僕まず持たれたんちゃうかなと思うんだよね。そね見てる、オカルトマニアに。そ一件目終わった時に、もう契約一年で切れるから、うん、ちょっとねもうほんまに、 なんか、おかしなっとったから、うん、なんか。うん、もうなんか、ちょっと、目も移ろやし。うん、で、あの、ほんまにうちの女性マネージャーとかが、まあ、マネージャーとかが、谷市に電話すると、後ろでなんか、女の悲鳴が聞こえたりとか、<laughs> ほんまに、なんか、ラップ音とかが聞こえたりしたから、みんな、連絡事項で谷市に連絡するの嫌やってる。はいはい、ガチもんで嫌やって,んって、うん、だから、うん、あの、それでおかしなってきて、俺も一遍谷市にもうええでと。あの、一遍、はい、あの、 一遍普通の、うん、あの物件に住んで浄化しろとって言う人。はい、<laughs> 取れと一回。うん、一遍取って、またやりたいと思ったら二軒目を探したらええやんっていうけども、本人的にはもう、うん、あの、笑うもすがる思いで、だんだんこう言われてきてて、はい、イベント読んでも、うん、え、自己物件住んでんのってことでみんなの当たりがいいから、はいはい、自分自ら二軒目をやりますと。はい あれはもう2件目、3件目からだんだん自分でもうやってるから、ね。ですよね。複数借りるようになってきたしね。うん、今だってもうな、あんまりコロナで行けないから沖縄借りてて、とか、うん、東京、大阪、沖縄ですからね。え、うん、つ3つも借りてらっしたるんですか ?4 つ。4つ借りとるで2件借,りる借りてるんですよ。<ー>うん。だからこう、もう、めちゃくちゃ前向きなんですよ。 うん。その、自己物件に前向きにいそうすごい矛盾した、ね。そうなんですよ。で、その自己物件が、今こう特集されたりとか、ポップな感じで。そうやね。もうね。もう、だから自己物件に住むということ自体が、ちょっとなんか晴れやかな感じになってきてるっていう、部分もできてきてるから、本物のブームになる可能性もありますよね。うん。うん。そう、ジャンルを開拓されましたもんね。そうなんそれはまあ、大島テルさんという人もと出会ったもん。大きかったしね。 自己物件サイト。うん、そっちの訴訟になってますけどね。<laughs> あの人賢いですよ。あの、東大出てやってんだけど、うん、自己物件サイトを。で、なんで自己物件サイトかというと、毎日更新されるんだってね。うん、いろんな事件毎日起こるじゃないですか。だからどん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 新しい情報を提供していけるから、みんな毎日毎日見るっていう。う<だ>で、一般の人がそれを見情報を。 そうそう。知らせるんですかそう。あの、情報知らせてくれたりとか。はいはい、でも実際、知らせてくれた情報だけでは書かないと言ってましたね。やっぱりちゃんと調べて。裏取って。裏取ってからやると言ってたけど。うん、うん。でも、でも、どん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 、まあ、情報アップはされるから、あの、ずっとやっていけるという計算あるみたいですよ。うん、だから、あれで、大島テルさんはなんか数人、社員雇ってますからね。ああ。会社組織だ。あれだけで、儲かるって考えられんよ <laughs> 本来考えられなかったけど。<laughs> 勝手にまあ、だから、いろんな人が情報が来て、うんうん それで、ここは事故物件になりました。で、二つ、飛び降りがあった二つ火柱が立ってますもんね。そうなんですよ。あ、それでランク付けというか。そうそうそう。だから、いや、事故があったとこが、一つのマンションで事故一つだったら一つやる。はい。二つだったら二つ。二つ。そうそう。あれ、便利なのは、前東京行った時に、もう泊まるホテルがなくて予約してなくって、で、どっか泊まれるとこないかなと思ったら、その渋谷の外れのところの、ラブホが、うん。相手の古い、旅館が。 他のラブはでもマインやけども、そこだけやっぱ空いてて、そこに止めてもらったの一人でいいですかって、うん、オッケーつって。朝方ね、あの、ドンドンって音がね、6回したんですよ。うん、ドンドンって、いきなり。で、目覚めたんですよ。あれ、うん、音したで。またせした待、ま、たしたって、結局6回やったんですよ。ええ、ほんで、そういう話をしてたら誰かが、どこ、心配のどこですかって、住所ばーって入れて、あの、おしまってる、見ますわっ、つって。うん 見てくれたら、そこなんもないっすね、とか言うて。うん、ああ、まあな、気のせいかな。でも確かもとしたいけど、あ、ちょっと待ってくださいって言われて、その、ラブホの旅館の、対面の、ちょっとこれぐらい、まあ、その隙間30センチぐらいのビルがあるんだけど、はい、その隣では6人飛び降り自殺してますって言われた。うん。<laughs> うん。だから、旅館の方じゃなくてその、めっちゃ燃えてるよそれ。大島テルスレートでは。うん、6人だど。6回聞こえたもんね。どこ、うん、どどこっていうのうん。うん 一回僕ね、その、ラジオ聞いてて、うん、TBS ラジオの小木植千紀さんがやってらっしゃる、うん、あれのラジオで、その、日本シリーズの期間中やったんですけれども、うん、で、日本シリーズが延長してて、いつも、えー、夜の10時から始まるラジオがだいぶ押して、始まって30、うん、30分くらい押してましたかね。で、その時、ある、まあ、大きな事件を取材に、うん、まあ、現地に取材行ってらっしゃる、ジャーナリストが、うん 電話でゲスト出演するという回で、まあ、その人が泊まってるホテルなんでしょうね。そっから電話で出てらっしゃったんですけど、まあ、すごい真面目な、真面目というか、まあ、社会的に大きな事件やったんですけど、真剣な話してるときに、どん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 ってって、ずーっと聞こえるんです、音が。どん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 ええ。ずーっと聞こえてて、で、その、もう、荻上うえさんも、あの、 ちょっと待ってください。後ろで音鳴ってますから。って言うてたら、そのジャーナリストが、いや、あの、気にしないでください。みたいなこと。気にするわ。気にするよ。気にするわ。生放送で。言うんですけど、よう考えたら、きっと、その、あの、押すことを想定入れてなくて、ホテルに、あ、呼んでたんや。呼んでらっしゃったあ呼んでらっしゃっ呼んでらっしゃって、明らかに、どん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 、最初なんかね、小さな音やったんですよ。 ドント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 ンなんかね、まな板で、なんか切ってるから、トン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 ってっしばらく時間置いて、ドン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 トンっていうね。なんか多分、ね、あの、来た人。呼ばはったよね。来た人戻って。デリバリーや。ね。デリバリー。ウーバイツや。ウーバイツ。ウーバイツ。やったんですよね、多分ね。謎のままなんですけど。ああ、呼びはったね。無視したんか。無視するしかない。無視するしかないでしょうね。その想定入れてなくて。あ。 いや、俺は名古屋で泊まってるホテルもね、あのー、なんかね、もう、今すんげえね、うん、あの、泊まってる人以外は絶対入らないでくださいという。なる,なるほど、なるほど。時期もあって、それがもうなんか、みんなね、あのー、出前がスイスイスイみたいなのをね、多分、呼ぶ人が多いのよ。ああね。で、俺が一遍、なんか、お、飲んで帰ってきたら、10時ぐらいに、なんか、ぶっさいくな女が、フロントのところに通って、はいえー で、横に、あの、めっちゃ怖い、その筋の人が、はい、だから、出てきてもらわな、五んねん、下に。<laughs> わしらもうは、今、入られへん言われてんねん。4旦、四段あんたやから、降りてきてもらわな、五んねん、一度。って言って、言ったはんねんけど。 お前も横におる、うちの可愛い子がないとかなって言うけど、<laughs> めっちゃブサイクやね。<laughs> 俺、たまたまとニガって、チョロッと見て、ブサイクや。<laughs> お兄ちゃん負けんと降りてきたらかって、<laughs> と思いながら。<laughs> ねまあ、向こうもね、商売ですから商売やから、そ読んだけど、でもね、読んだけども、一応は絶対入れへんってなってるから、結構フロント戦わはるんですよ。そうですね。で、フロントの女の人、女の人多いねね、うちのホテルは。そうすると、男の方のらも、言いにくいねんね、もう、あの、女性の、そのフロントの人に、大声出して、 ちゃうねえとか言われるんや言われへね。あれ逆にあの、夜中、女の人の方が逆に言うと、男が文句言いにくいのよね、やから系は。あ、そうそうそう。おじき系は文句言いにくいのあれ考えてるんですよね、その辺ね。うん。そうなんですあれ男やったらお前何やこらって胸ぐらつかむ言いきやねんけど、はい。言われへんもんな。そうそうそう。はい。だからあの、新宿の某ホテルが、その筋から評判いいのは、その筋から評判いい。あの、フロントが地下にあるんですよ。ああ一回はもうイケイケなんですよ。 はいはいはい。だから一回からどこでも行けるわけですよ。うほうほうで、フロントは地下やから。ああ、なるほどね。うん、だからもうめっかというか、<laughs> もうそこがこう、もう、あれになってるんですよ。うん。あ、そうか。うん、フロント通すとまだあれやね近地下行ってフロントでチェックイにせなあかんねんけど、うんうん、あの、行け行け、行け。そう,そうそうそう、行けるから。<laughs> それはあれやな。あの、多分ホテル建てる側もたやと思うで。あの、場所ら新宿やし。はいはい。フロントはもう地下にそこをた構造上ね、そういう。そうそうそう。それ用に作ったやな。そういう感じで。そういうね、あの話題で言うと、このコロナ期間中に、あの、ナインティナインの岡村さんが、はい。あの、ま、性風俗に移住してる女性のことを話して。そう、オンライント日本でね。炎上した経験ありましたけれども、 お二人から見て、あの案件っていうのは、うん、まあ、同じように絶下事件を起こされたお二人に、<laughs> <laughs> ラジオにおける表現というか、難しいかとなんですけどいやでも。いや、もうでもね、サイキックやってた頃から考えたらね、今ね、もうね、制限がめっちゃ多いです。うん、もう、あの、俺とか竹内さんのね、たまにね、あの、サイキックをね、勝手に上げてる YouTube に上げてるやからに言いたいけどね、やめてくれ。うん、<laughs> お願いするわ、もうほんまに。 もうルールがね、あの、全違いまね、改定されて、 だからこう、どうなのかなまあ大体これぐらいやったらギャグで済むやろうって考えてることってあるじゃないですか。うんうん、それがもう今はギャグで済まなくなってますね。済まな,くなってます、ね。何<て>、うん、に関しても。うん、うん。だからこう、結局前は一人二人なんか言うてくるうっとしいからやめとこうぐらいレベルだったけど、今そうじゃなくてもうそれ自体がこう、もう社会の声みたいになってますよね。世間の声というか。うんうん、でまあ僕らも若干やっぱりそっち側の方にこうちょっとなんか、 染ま,まい,いや、もういや染まる言うか、も多分無理でしょう、うん。うん、あれはね。うん、うん。で、その中で、じゃあ何が、で、特にね、僕らがやってた時代っていうのは、YouTube とかもあんまりなかったじゃん。ネットとかもそれほど。うんうん、そうですね。だから、なかなか情報が届かない中で。ちょうど、ねね、にちゃんが出てきたぐらいですからね。です、ね、言語ちゃんね。えで、我々がその届かなかった情報を、まあ、あ、ラジオの地上波を通じて届けてたという、まあ、そういう、まあ、とこがあったと思うんですよ。もうそこが今もう、誰でも手に入る時代だから。うん、はい。 あの、僕らがちょっと、あの、ちょっと深いこと言ったところで面白くないわけですよね。よっぽどのこと言わないと。うん、うん。だからもういろんなあら、僕らが言ったらレベルじゃない、ありとあらゆるものが結局は情報として氾濫してるし、ええで、それが誰かが言うたってなると炎上するしというのは世の中やから、うん、まあもう、ああいう僕らみたいにちょっとこのキワキワをついたものっていうのはやっぱり、まあ今は、ちょっと。だけどもうほんまに思うけど、うん、はい。 あの、お笑い芸人に今なろうなんて思ってるやつが、ほぼ、ほぼ減ってきたやん。ねもうだって今 YouTuber やんか。うん、YouTuber がすげえマンション住んで、女優さんとかモデルと付き合ってる時代で。そうですよね。あれは、お笑い芸人があれやってからお笑い芸人になりたいって、あれ大事だよね。原動力として。あれやっぱりモデルとか、あの女優さんとか、 とこう付き合ったりとかっていうのってあれやっぱりある種のお笑い芸人のなんかなんか一つの行き着いてあすげえお笑い芸人でもだから三馬兄さんの大竹忍さんと結婚したなんかも、はい、そうかそこまで行くんやとであるやんか三馬、はい、さ,さんがね男女比人のドラマ出たりとかしてたりとか浜ちゃんがドラマ出たりとかしてるのとか女優さんと普通の見入ってるって、うん、ちょっとお笑い芸人昔なかったやん。 うん、そう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 。うん。うん、それが今はもうユーチューバーがお笑い芸人にとっ,って変わって。うんうん、はい。そんなん別にさ、あの昔で言うたらさ、あのヤンゴー王に松田聖子さんが出てても、そこに楽屋に行って挨拶はしても、そんなん電話番号聞くなんてありえんや。うん、マネージャーが絶対阻止するし。はい、うん、はい。はい、で、そこでなんか、クロスでね、うん、そこからなんかお笑い芸人が女優さんと付き合うなんてことになっていったんで、 サンマさんとかの世界ですから。僕らもありえないと思ってましたもん。ねえ。女とこ出ててもテレビでは出てるけども楽屋とか戻ったらもう全く分断されてると。全く別やんいうふうに思ってましたからね。ちょっと待ちごたんは堀ちえみとならと思った時があっただけのことや。竹先生が。竹先生。一時堀ちえみちゃんと仲良かったからね。仲良かったですからね。よくね、サイキックで申し合ってましたもんね。そうそうそう。桑クナさんとか、仲良くなるとすごく仲良くなるんですよ。そう。だから一時を堀ちえみちゃんと飲んでました。 飲んでましたよ、ね。でもそれって、竹内先生からした大英テレビの研究書いて、はいはい、もうね、その登場人物と、あもう今の松原谷氏みたいなもんですよ。<laughs> 自分が大英テレビの研究書いて、ほんで、ね、その書いて一番元となったシチュです。物語の主演が堀ちえみちゃんやったわけやから、はい、そらもう竹内さんがしたら、堀ちえみちゃんの家で鍋やってますからね。そう,そうそうそう。うん そこまで。そこまで。はい。た僕、だから、あったま、その、まこちゃんと歌うた時も、その、スチュワーズ物語やからね。そうやね。その大テレビのことを、ちょっと話したいなと思って、あの、連絡取り合ってということから始まってるから、やっぱり、スチュワーズ物語が僕の中でめちゃくちゃ大きかったんだけど、その主演女優と、まあね、あの、ご飯食べれるっていうのは、やっぱり、素晴らしいなと思いましたよね。ねはい。うん。うん。そう考えると、えカメラ、えっと、谷氏の、 20年後はこの感じかな <laughs> 夢ないな <laughs> ここで一曲。一曲いきましょう。先生、選、はい、曲でお願いします。えー、ふぶきじゅんさんの涙に微笑みを。なんでふぶきじゅん選んだいや、あのね、強烈や。強烈でしょあの、当時、この当時、うんはい うんまあ、大体アイドルって言ったらピンだったんですよね。はいはい、団体であんまり出てこなかったんですけども。ね、で、そのピンということは一人が歌う、どうしても、うん。当たり前な話だけど。だから、その子が可愛い勝手も歌うまいとは限らない。うん、でも、ビジュアルを優先するのがアイドルだったので、うね、もう歌は2の次、3の次やったんですよ。うん、それが、まあ、如実に現れた楽曲だなと思ったんですね。これ <laughs> その当時のアイドルを。<laughs> これもだからあ、あれ、あれ、だいぶ手直しても、あの。この,このレベルですよ。 すごいな。どうでしょうふぶきじゅんさんって何回かレコード出してんの ?3 枚出してるんですよ。うわぁ、よう言った。俺、これ、大場久美子さん以来、衝撃あったわ。はい、ね。コメットさん。コメットさんの。大場久美子ちゃんの歌ったエトセトラっていう曲は、これに匹敵しますから、ね。匹敵、うん、しますね。エトーセートラ、エトーセートラ。<laughs> 俺の連れが大場,大場久美子ちゃんの大ファンで、うん、あの絶対買いたいからって、付き合ってくれるって、なんか買うの恥ずかしかったの、一人で。 でなんか帰ってきてレコード聴いたら、びっくりしたもん、これ <laughs> ね<え>一番はやっぱり野瀬恵子さんって言われてるよね、野<ー>瀬恵子さんがやっぱ一番、アテンションプリーズ、ね、アテンションプリーズね、はい、<laughs> 昭和のね、アイドル歌謡の、はい、誰や、これ歌、もうええやなと、そうそうそう、歌出さなあかんかったんかとそうなんですよ、特にこの野瀬恵子さんは、デビュー曲、アテンションプリーズは、浜田尚吾ですよ。 作曲が。はい。浜翔が。浜翔のあの難しいメロディラインを歌わすんそうか。そうなんです。浜田翔吾浜田翔吾なんあれは。はい。ああ。ええ。すごいね。すごいですよ。まあでも考えると昭和のアイドルってだいたい一人でしたからね。そうなんです。多くて三人ですからね。そうそうそう。そうそう。うん。だからもう今みたいにも、何十人も出てくるやんか。うんうんうれるとね。各局でね。はい。1人とかね。 ああ、俳優商売ってのは本当に思いつかなかったですね。うん、あの、ま、昔お二人がアイドルファンドやってらっしゃった。はいや、はい、ね、やろう言うててやらんかった、うん。やらんかったですか、ねうん、あれはね、俺らがサイキックで喋ってたらね、うん、どっか東京の企画にパクられて、ね。パクられて。あ アイドル欲しい。覚えてる俺らが一生懸命喋ってて。おっしゃってました、おっしゃってました。あれは僕の考えでっアイドルファンと、うん、でもちょっとね、いろいろ先駆けしてた感じで。先分けあね。先けでああれはもうあの、今のクラウドファンディングのアイドル版みたいなもそうですそうです。あの頃企画考えてラジオで俺さっき言ってたからええわ思って喋ったら、うん、東京でどっかに、どっかにパクられたね、あれうん、あれパテントっていうか、権利を取ったんですよ。 お金払って。そうやったんです。そうんです。アイドルファンドって名前だけで、ね<ー>うん。でも、アイドルの間に星印入れて、角田博みたいに。それで、アイドル星印ファンドは通ったらしい。<laughs> 通ったらしい。へえ<ー>。いや、俺はアイドルファンドね、うん、竹内さんと俺で、あの、このアイドルファンドって言葉自体が、誰かにパクられんようにって、うん。いいうっということで。うん、金払うっ,てってんだよ、俺ら。あそうなんですよ。そうなんです、ね、パテント。なのに、あの、星一つ入れることによってクリアしちゃったんですよ。 よ、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 そう星浩。<laughs> みたいなもんですよ。で、それで同じような。同じようなことやりだしたんだけど、で、まあ僕らもだから、ソニーのオーディションとかに僕らもやっていただいて、ええ、アイドルを見つける活動しましたよ、なんか。ああれね、な、俺は大失敗してるもんな。そうそうそう。あの、っ、まあ、大塚愛ちゃん。はい 大塚愛ちゃんオーディション来てたわけよあのね、その当時、詳しく言うと、そのアイドルファンドのこともあったんで、で、ソニーの、あの、エンターテイメントの社長が、僕と竹内さんがちょっと割と仲良くなったんですよ。まあ、ある人の紹介でね。で、俺らみたいな、もうプロが見るのと、まこさんと竹内さんみたいな人が見るので、ちょっと違うねんと。視点が。で、あの、ソニーが、はい。あの、どちかだ、高校生のね、はい。ティーンエイジの、 アーティストアイドルみたいなのを作ると。いうのをソニーエンターテイメントが考え出したんですよ。ええ、ほんで、それやったら、もうアイドルに詳しい竹内さんと、ぜひ、孫さんにも来てもらって、オーディションの審査員をしてくれる。そうそう,そうそうそう。これはでもね、あの、会場がお客さんいるんじゃなくて、ほんまにソニーエンターテイメントや入れてきたやん、ええ、そこに、あの、大塚愛が <laughs> 愛ちゃんがやってきたやん、うん、ほんで、僕、今でも覚えてるのは、ええはい まあ、まこ、あ、ちゃん座ってて、座ってて、こういうところね。一人一人入ってくるね。入ってくるね。で、よろしくお願いします、みたいな、こう、首実験というか、やるね。うん、で、大塚愛ちゃんも入ってきて、大塚愛です、よろしくお願いします、とか言うて、まあ、僕らとでこう相談してどうしようかなと思うけど、あの、その頃、らアイドル っていうのは若かったら若くなければいけないと思ったわけですよ。ええ。若ければ、例えば12、三でも14、五でも若い方がいい。はい。でも、アイちゃんは多分二十歳。ああね、もうね、二十歳やってる。んですよね。大塚アイちゃん、はい、二十歳やっ二十歳やったんですね。だから、俺らはちょっとね、あの、その時あソニーエンターテイム社長も、高校生ぐらいが基準やっているので、うちは高校生とか手掛けたことがないから、高校生みたいなんで、アーティスト系で、うん。あの、あえてその才能あるような人を選びたいってうから、そうそう。大塚アイちゃんね、確か上手かってんけど、二十歳やったから。 ちょっともう、あの、おいらの専攻の中からは、ちょっと上やってんなそうそう、上で,で、しかも自分で楽曲作ってきたやつは完成度高かったんですよ、僕も持ってますけど、めちゃくちゃ高かったんですよ、でだからたぶんシングルで出したやつも作ってましたねその頃、うん で、実力あるのは分かったんだけど、やっぱりもうちょっと歳的にどうなのかなということで、い今からソニーエンターテイメントがやるのどうやねんやろうな、はい、みたいな。で、なおかつね、あの、彼女にとって僕ら、僕らからしたら悪いことしたなと思ったのは、5人ぐらいの中に選んだんですよ。うん、はいはい。絞って。その中におったんですよ。うん、で、最終的なもので跳ねられた。 で、向こうからしたら、北野誠に跳ねられたという思いがあって。そうやね。だから、こんな時もそうやね、俺が。知らんもん、この人こと。だから、北野誠に。俺、しかも、大阪から来てて、あ、北野誠やって思ってるわけで。で、跳ねられた。はい。ってのがあるから。で、これはね、多分誠ちゃん忘れてるけどもね、2回跳ねたの覚えてますか ?2 回跳ねた。回。もう1回来たんですよ。はい。2回跳ねたんですよ。 だからもう一回ってことで来たのもう一回やったんですいはいはい。ら二回跳読んで、一回跳ねといて、でも、もっぺん、でも、う一回見てください。もあの子は、いや、もっぺん、まあ、あの子自身も多分、もっぺん受けた二回、二回やから、向こうはもう二回跳ねられたという思いがあるから。しかもあれは北野誠に跳ねられた。私、ちゃんと大阪弁で喋りかけたのに問いかけた。北野誠が問いかけることを全部大阪弁で返したのに。返したのに。まあ、その後に2年後ぐらいにあのね、うん。あの、 サクラン、私サくランボが、はい、あの、エーペックスから大ブレイクして、みんなでよかったな <laughs>。やっぱり才能のあるやつは残るな、みたいな <laughs> そうそうそう。も,もしかしたらお二人がプロデューサーみたいになってたなってたかもしれないですね。ある意味。うん、まあでもまあ,まあ、うん。その時のまあね、なんていうのがまあ人生のね、なんか、ね。わかって、お前、すみださん、お前、高橋さんにプロデュースとか言うやろこの人な、プロデュース言葉好きやね。なんかわからんけど。 すぐプロデュースにならはりますもんね。そうです。ならはりますじゃちょっと、自称プロデューサーやろお世間で一番怪しい、自称プロデューサーや。いっぱいいますからね、自称プロデューサーは。山ほど。山ほどね。はい。うん。ああ、でもね、そのいろいろ格闘技から、ね、アイドルから、あの当時はいろんなことを二人が。 やってましたね。ねうん。去年お話になってたね、その、バスルッテンとヒクソンを戦わせるっていう。そうそうそう。それも。あれも、あれですよいろいろ画策してらっしゃったんですね、こ2000年代初頭に。あの、バスルッテンの彼女からバスルッテン紹介されて、神戸のホテルで。はい。もう考えたら、バスルッテンやら、テリー・ファンクやら、竹内人脈がなかなかあったことはあったんですよ。あの、身を結ばんかっただけで。そうそうそう。だから、あの、テリー・ファンクとは1年間一緒にやってましたからね。 あ、おっしゃってましたね。いやいや、ほんまにやってましたね。サイキック連れてきてましたから、バスルッテンも、テリーファンクも。はい。だから、テリーファンクに一番聞きたかったのは、あの、馬場さんの奥さん、元子さんのことを聞きたくって、どうですって言ったら、悪い人悪い人って。そのね、プロレスに関連して、え、スモーピオンデストロック、スモーピオンデスロック、埼玉県男性40代の方がいただいたんですけれども、サイキック青年団についてのささやかな思い出 墨田先生、誠さん、竹内さん、こんばんは。今年も真夏のサイキックミーティングの放送ありがとうございます。僕がサイキックの存在を知ったのは、1990年、高校3年生の時でした。同級生から面白いラジオあるでと教えてもらって以来、すっかり虜になりました。そんな僕が生涯に一度だけラジオ番組に長文の手紙を送ったのは、そのサイキック青年団でした。うん 当時お二人が話されていた内容がプロレスについてであり、うん、ジャイアントババロンを展開されていました。ジャイアントババは歌舞伎役者、ババのプロレスは古典芸能といったネタで投稿を、うん、展開されており、全日本プロレスのファンで天竜革命や革竜対決に胸を熱くしていた僕としては、 全日のボスである馬場のプロレス論を、プロレスを揶揄された、と<ー>の思いにとらわれ、矢、うん、もう盾もたまらなくなり、うん、番組に長文の反論を送ってしまいました。なるほどただその反論の内容は、当時の週刊プロレスの論調をそのままなぞったような代物だったと思います。うん、あれから30年50歳を目前にして、今ならわかる気がします。<laughs> ジャイアントババは人間国宝級の歌舞伎役者であったと。なんですね、そうやね。人の心を打ち、語り草になる名勝負はプロレスという様式美の中でこそ存在する古典芸能であると。うんうん うん、高校卒業後、進学のため上京して番組を聞けなくなりました。ね、2004年に大阪に転勤になり、まだ番組が存続していることを知り本当に嬉しかったのですが、あの最終回の夜は忘れられません。だんだん、淡々と番組終了を告げる案内が無限ループのように流れて、<laughs> ああ、世界の終わりってこういう感じなんだな <laughs> と思った夜でした。そして月日は流れ、こうしてまた皆さんの楽しい放送を聞くことができる。年を取るのも悪くないなと思います。はい、これからもぜひ元気で、 え、ご活躍ください。以上、生涯二度目の長文のお手紙を送りました。いや、でも、ジャイアント馬場さんのプロレスってのはね、やっぱね、あの、馬場さんのプロレスって僕とか竹内さんの子供の頃はもっと動いてたんですよ。動いてましたね。ダイナミックやった日本プロレス時代。はい。びっくりしますよ。あの、YouTube で今、昔の上がってますけど、あれ、馬場さんってこんなに早かったんやと。太ももとかも太いし。うん、肩とかでもね、ガッチリしてるし、これは強いわと思いますよ。はい。やっぱし。 あれでこう、どつく、というか、チョップやられたら、そら聞きますぜ、みたいな。説得力ありましたね。そうね。あの、ネット上で流れてた動画で、日本プロレス時代に、タッグマッチで BI4、ババさんと猪木さんが組んで、マスカラスと、あと誰やったかわかんないですけど、コンビを組んでてやってたんですけど、ババさんが途中からマスカラスに切れて、一切付き合わなくなって、ほんまにシュートまがいのね。はいはい。

あの、メインがやる相手ではないと。い、で、本当に思ってましたから。ああいう細いのは、やっぱりもう前で、前でやれと俺はという考え方、おやっぱ大きいやつがすごいねんと。そう、だから、その考え方は、やっぱりブルーザー・ブロディが、長州を相手にしてるっいうそうそうそう。そうようなも結びつくんですよね。付き合わなかったから。受けなかったです。受けない。受けない。うん。別にその、ガチンコで潰しに行ったわけじゃないけど、受けないんですよ。そうやね。だから、長州力のプロレスに、ブルーザー・ブロディって全く付き合わなかったでしょ。やっぱりああの 怖いのはあかんねん,ん,ねんっていうのがやっぱりブルーザブルーでなんかどっかで差別意識あったや、うん。ありますね。プロレスはでかいやつが動いてなんぼやねんとそうそう。そうそうう。まあ僕らも昔そう思ってましたもん。やっぱり規格外のやつが戦うロマンみたいなね。うん、だから、鶏を30ー食べるとかさ、ああいうので胸踊らしてたから。<laughs> すごい。そう考えたらやっぱり電源ゴロシアムのスターハンセン対、あの、アンドルジャイアントはやっぱりあれは、あれはほんまにあの、地響きが起こるようなプロレスってのはああいうことやんそうそうそう。リングが揺れてる感じがテレビで見てて僕はもうまだ5歳とかでしたけど。そんな何も大技してないけど、ロープに振って戻ってくるだけで。野ですごいんですよ。ダイナミックで。ダイナミックで。で、あれほどの激戦展開した二人が、その前日、あの、大阪の、梅田、梅田の花月の地下の、 埋めたグランドで、はい、血のバレンタインを見てたんですね。<laughs> 二人で、二で。はい。片、はい、もくまんばかりの勢いで。肩や、踏んで。片踏んで。<分>で <laughs> 血の、あれ、坂になってるから。<laughs> か <laughs> その時、竹内先生どこで僕はそれを見たやつから話を聞いて。あなるほど。俺はホテルプラザで、やっぱ一番びっくりしたのはアンドロザ・ジャイアントが、ホテルプラザで、バーで酒飲んでるのたまたま出くわしたことやね。めちゃくちゃ飲むんですよ、ねうん。いや、もう、あの、ほんまにね、あの、大ジョッキーがヤクルトみたいな。あ、そうなんですか。確か見えんね、うんね。うんそうでしょうね。2メートル23センチですもんね。うん、ほんで、あの、ね、あの、あれやろあの、あの、ボアぼボアのカツラは取ってるわけや。はいはいはいあ。え、あれってウィッグウィッグやん あ、そうなんですかアンドレは、あれは、ボアボワなアフロヘアは、ウィック。あ。あれは、自分をより大きく見せるための、うん。あ、あれ。そうなんですかそうや。だから、普通にやったら髪の毛束ねてるよかった。そうそうそう。で、まあ、撮れる前だと撮ってみるぐらいの圧力あるからね。うん。絵が撮れよぐらいの、うん。レベルでしょ。え、撮ったら、じゃあもう、うん。どんな状態なんですかまあ、結んでるっていう。髪の毛結んでる、結んでる。結んでる。結んでる。あ、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 てはいないよあ、あ、てはいないよあ、あ、てはいないよ は、上げてるのはブルのサンマルチの。あれは上げてるけども、権力でおい乗っけてた。権力で乗っけてた <laughs> はい。あ、サンマルチのもそうです、ね。名言やな。権力でズラ乗っけるって何や <laughs> だから、ハンセンも首の骨折ったと言われてますけども、それはダメだったんでしょうね。その頭を、そうそう、撃したのはスアンマルジョに対してね。あれはね、首の骨実は折ってないから折ってないからね。そうなんです。ちょっとずれたって感じだしかもボディスラムらしいですよね。そうそう。ラリアートじゃなくて。そう、だから、あれはハンセンが、あの、ちょっと、あの、下手やった。下手やった。しょっぱくて、技をミスってっていう。ミスって、そうそう。大概そうなんですよ。あの、プロレスで起こる事故はミス、ミスなんですよ。でもそれを、 殺す気で言ったとか、耳、耳を削いだとかなんかなるんですよ。そうですね。武勇でなって。武勇で行って。そう。はい。たまたまね。うん。ミスやからね。あれね。下手やったとだけやね。うん。うん。だからもうその辺ね、プロレスっていうのは一番効く技がね、びっくりするけど、ボディスラムやと言われてますよ。あれが一番効くっつって。 ボディスラム。一番シンプルな。シンプルな。あれが一番効くから、うん、あれ、もうとにかく2回までにしといてとか。うん。あとなんか頭から落とすすごいとかあるやんか。えー、あれの方がまだましっていう。うん、いボディスラムはやっぱり、あれを受けミ取っとかないと。大変です。うん 基本中の基本、ねうん。基本中の基本。だって、うん、あの、まあ、新日本プロレスの、あごめんなさい、のの偶然、タナ <coughs> さんに会ったけど、あ、LINE いただきましたけど、ね、あの、なんか、言ってたけど、なんかやっぱり練習、あの、その時タナさんそんな話してないけど、練習っていうのは、休想練習しかしてないんや。うん。僕はあの、トゥナイト2の時に、いろんなプロレス団体の道場を見に行ったけど、はい、基本的には、 受け身と、あとロープで動くっていうだけはやるけど、それはなんだかんだ、怪我しやすいから、それを絶対やらなあかんねんって言って、あの、コーナーポストのかで一回転してバーンと受け身取るっていうのもやってましたからね。はいはいそうですよ。だからロープはーくと受け身はね、これはもう本当にその動きな一番、一番怪我しやすい。そうなんですよ。本当にバチコーンってぶつかったらダメやから、かわすときはどうかわすかとか、あれ覚えておかないと。大変なことになりますからね。うん。うん。やっぱりシンプルなもんですよ。何でも。 最終的には。だからそれ大技とかをわざわざ練習するっていう感じじゃないんですよ、ね。まあ、それは自分でやっぱりうう、うん、そうそう、あの、うん、俺はあの、ね、ちゃんと練習はしてるんやけど、うん、みんな。ちゃんとあのね、みんな、ちゃんと受け身取り足元、うん、柔らかいなっそ,、ねえー、そのそうそその、技をやるときはやるけど、うん、まあでも、動員技かってのは相手に分かってもらわないとね。そうなんですよ。うん。うん。だから、かかる方も、やっぱりそ、そその、かかって、相手に身を任さないといけないわけですよ。ええー。だから、かなり覚悟はいりますよ。身を任さないといけないから。うん、だから、やる方も、とにかく怪我ささないようにやらないと。 いけないから。その、あうんの呼吸での呼吸ですよね。信頼感がないと。うん。信頼感がなかったらできないですよ。そう。だから、あの、ほんまに、パワーボムって、あの、本当に、あの、長屋ちぐささんも言ったけど、パワーボムは絶対に上に綺麗に上げられた。そうなんですよ。あれ、低い位置で落としたらみんな絶対気をついかれるな。うん。あの、モンスターマンに猪木がやった、あの、パワーボムパワーボムは。あれはあかんで。 までしか持ち上げんとガンってやりましたもんね。来ないなって落ちてて首が。そうや、あれは。あれはもう、あれは、あの、モンスターマンも、普段受け身やってないから。ないから。もうあの、持ち上げられた瞬間にもうめっちゃ怖かったと思うんだけど。そうです。暴れちゃった。暴れて普通にそのまま落ちたら、そのままいけんのに、変に動いたから。そうそうそう。ぐにゃんってなって。ケツ言うんだから。あれちょっとかわいそだと思うな。可愛い人だほんまに。 そうなんです。パワーボムはちゃんと上に持ち上げて、ちゃんと上げて、向こうちゃんと間を置いて持たないと絶対上がんです。で、もう見場がいいようにやらないと、見場よかった、ああ、すごいってなるのが一番。で、見場悪い方が怪我しやすい。そう。はい。それは本当にそうですね。うん。はい。はい。さんがね、ツイッターで呟いた、はい。だってネットフリックスの映画。うん。なんか呟いてたよね。呟いてました。 あの、なんか、あの、どっかで子供が誘拐されて、それを助けに行くそうん、タイガーレイク。ああ、あれ、俺も、あの、見ましたよ。すごい。竹谷さんに紹介されたから、あ竹谷さんつぶやいたから一遍見てみようと思って、見たけど、あれすごいな。ごいでしょ。あんなんが今、ハリウッドじゃなくて、あそこでやってる。あそこでやってるんですよ。ただ、あそこやけども、あれ、先作100億円かかってるんですそうやろな。で、あれは、ネットリックス始まって以来、あの、かけた、あの、配信した日に、 9000万書体が見てるんですよ。うん、世界で。これはもう記録なんですよね。えー、だから次は、あの、その同じ監督、あれ、アベンジャーズの監督なんですよ。えーうん、で、あの監督を使って、ネットフリックスが今度、200億円で映画作るんですよ。アクション映画を。うん。でもすごかったよね。すごいでしょ。100億円かけてんだ。いや、だから俺、うん、これ、一般的に公開しないのに、これ、これ。すげーな<笑><笑>そうなんですよ。出来がすごいんですよ。うん。うん、いや、もう本当にあの、誘拐された、麻薬王のね、はいうん あの敵対する麻薬王に子供が誘拐される。それをあま依頼受けて、吸収する。吸収する。たったば五六人で吸収するみたいな世界の中に入っていくねんけど、それがあれインドやったか。インド全編使って。ですごいアクションするんですよ。もうマッチ一つなんかお前ら封鎖してこれ映画撮ってみやうみたいな感じ。でやっぱりすごかったのこうすごい強い者同士が主人公ともう一個強いやつがおる。それけど戦いのんワンショットで撮っていくんだけどそのアクションシーンを二人してこう。 あの、ビルというか、建物が落ちるとこ一緒にカメラついていって、撮るんだもん。落っこちながら、落っこちながら。落っこちながら、っちならまた戦うのまた撮るんだもん。ワンショットで。あれだから、あれかな、クレーンかなあれあのね、僕。どう撮ってんのかなと思いながら。あれは多分今ね、ドローンとかがあるから。ああ、そういうの撮っなドローンやな。うはいはいはい。でもアクション練習して、それドローン飛ばして、そから同じように落ちていくっていうの、あれすげえ。すごいですよ。 うん。あ、ほんま僕、素晴らいなどれぐらいかかってんねやろと思う、も日にちな。はいはいはい。うん。だ今すごなってますよ、ネットリックスも。うん。うん。なんかね、もう馬鹿にできない状況になってきてるから、うん。特に今ね、劇場公開がなかなか難しいコロナで。まあ、そうですよね。で、やっぱり配信で見ようかというと、もうなってきてるから、やっぱりもう配信の方に寄っていくような気はしますね。うん。どうしても。うん。うん。今もうね、映画館とかもう半分潰してますもんね、席最初から。そうやね。座れない状況にして。うん。 で、この前ね、リー・ワネル監督というやつのね、透明人間で見に行ったわけよ。で、これまたようできてる映画なんですよ、透明人間。ホコーラーなんだけども、これ一回見てください。ようできてます。で、割とほんと静かに見てないといけない映画なんですよ。で、なぜかっつったら、そこに誰かが座ってる、みたいな。うんうんあれ、座ってるかもしれない、みたいな、これサスペンス盛り上げていくわけですよ。だから、姿は見えない。だけども、悪意は見える、みたいなね。そういうキャッチフレーズ。うん。で、それを見るときに僕らも緊張してこう見に行ったかんねけど、この、 僕ら見てる横で、あの、誰かなんか、携帯かなんかがなっとんのかなはいはい後ろの女の人がね、携帯消してっていう。声ん、て。うん。ほんで、またしばらくしたら、携帯消して聞こえて。うん。で、またしばらくしたら、消せって言うんですよ。ちょっと動き強くなってきて。はい。誰かが、ごもにネモにゃもにゃにって言うてるんです、それに対して。従業員に言うたらええやん。って言うて。たまにゃにゃににって。うん。 最後に、帰れ。<laughs> その、そのしばらくしたら、杖ついた、もうほんとおじいさんやと思うんだけど、うん、それがこう、よた、よた、よたって、こう、あの、携帯の止め方もわからへん。<laughs> 従業員にどう言うてかわからん。だから、帰るわって、ずーっと帰っていった。<laughs> ほら透明人間見てるのに、もうそのおっさん、そのおっさん、歌状態で見てるってう。<laughs> すごいですよ。同時にこう、並行してその物語を二つ <laughs> <laughs> だからあの、悪人という映画があったじゃないですか。はいはい。うん。あれのし、一番最初のシーンで。昭和秋なのいや、あの、というか新しいやつで、悪人というのがあったんですよ。はいはいはい、うん。で、なんか、バスかなんかに、その優先座席に若いやつが座って、その主人公だけど、で、あるおっさんが、お前、畳んどってって。 何触ってんねん、そんな。はいはい、その責任とか言うて。で、その子がわーって言われながら立ち上がったら、もうぐにゃぐにゃで足が動かん。で<ー>、こうで出ていくっていうシーンがあるんですよ。うん、で、言うたおっさんとかがもう悪者になってみんなから嫌われる。はいはい、で、バスをずっと行ってしまったその出て行ったやつがシャンとなって歩き出すという絵を。ああー。うん。 うん、で、あの、それ悪人というタイトルだったと思うんですけど、そんな感じでしたね。おっさんがこう、よろよろ、よろよろと。うん。携帯の止め方分からへん。いや、止め方ぐらい分かるけど。知らけど。止め方ぐらい分かっとけよ。ねえ。せっかく見に来たのに。せっかく見に来たのに。ドメ人間の。ドメ人間の。持ち分からんまま。帰って行ったや。帰っていった。怒られて。かわいそうや。 <laughs> ねえ、まあいろいろありますけどね。でもそ映画館とか、うんうん、そのね、ね映画館にとかは今、ね、席半分しか使えないっていうのは大変なことだと思うんですけど、映画好きな人間からしたら今結構、だから静かに見れる,とか見れるんですよ。そ,ね、そのカップルとかでうるさい。うん カップルとか、始まっても喋ってるお客さんとかもいなくなっちゃってるんで。うんはい、はい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 。そうですよね。うんうん、ただ僕ね、あの、今、パークスというところとね、うん、東シネマズって、ナンバーに2つ、2ヶ所大きいところあるじゃないですか。で、パークスは小竹系の映画をよくやるんですけど、うん、で、まあ、 東宝一年まずは東宝系ですよね。で、そのパークスの方が、ま、いろいろその、なんていうのかな、映画始まる前のあれは東宝のがお金かけてるから、あの、山田清永が出てきて、映画の旅をお楽しみくださいという5年が言うやんか、あの、金かけてんだけど、パークスの方が味わいがあったんですよ。うん。愛之助が出てて。片岡愛之助。あれが僕大好きやってんやけど、最近亡くなってしって。うん。愛之助が劇場紹介するんですよ、小畜の。皆さん来てくださいっって、こうなんか、プレゼンテーターみたいになって。で、その時のね、 もう、ジャケットがね、ま、ジャケットですよ。それがボレロみたいやね。めちゃくちゃ短い。びっくりするぐらい。ジャケットやねんんですよ。スーツのジャケットみたいなけど、めちゃくちゃ短いんですよ。ほんで、そ、それが僕はもう、あれと思って、でも見てるうちに気になり出して、次愛着を持ち出して、もうこれでないとダメだっていうとこまで行ってしまった。誰の趣味やってたら多分ノリカの趣味なんですよ。ああ。うん。 乗り換え今俺ら、あー言ってるけど、あー言ってるけど、この人のあくまでも感想やで。竹内さんの感想今俺らなんかついさ、あーそうか。藤原乗りかちゃんボレの着させてるやん。わからんで、スタイリストかもしれんや。知れんけど、あの、スタイリスト。俺ら今ちょっと、あのね、竹内マジックに今、今ね、兄貴マジックに今こ怖いとこですよね。ここ怖いとこやね。まあ、十中八九スタイリストですけどね。普考えたら。スタイリストやとしたらね、そのスタイリスト失格やわ。 うんうん、なんでそんな短いの相手やろう短い丈の。そうなると、うん、そんな短い丈のジャケットはおかしいやろと。そうそうそう。まあだからそんなジャグラーみたいな感じのやつとおかしいやろと。おかしいんですよ。うんうん だから、それは、やっぱり乗り換え乗り返す。としかも、割かし強制的やと思うんです。ああ、また来たね。俺ほらまたほら、今ちょっとお前な、竹んの罠にハモりかけてた。おー。ら今二人、おーって、なんか今、妙に言われてみればそうかなって思ってまうやん。それ、俺ら、俺ら、愛之助さんのジャケットまだ見てもいない見てもいないより、今危なかった。今ちょっと、ほら今な、 お前、弁護士やのにな、ね、今な、なんかね、<laughs> 半押しかけたの俺。やばいですよね。やばい。今ちょっとなんかもう、<laughs> もう一週間以内にちょっとこれ、委員せんと。やめでね、多分実際見たら、<laughs> そこまで多分竹短くなかったですよ、ねそ。そうやん、ね、竹内さんの話で。言うてたけどな、みたいな。いや、でもね、あの、極、極端に僕は短く思ったのかもしれないけども、えー、正直言うて、ちょっと乳首が出るぐらいやったような気もするんですよ。<laughs> バタちゃん、絶対言もう今、危なかった。<laughs> 今危なかったわ。ほんま、クーリングオフギリギリやもん。<laughs> ほんま短かったわ。あいさは一郎先生ぐらいの、ぐらいの,ぐらいの、はいはい、そう、乳首男の。<laughs> 首。<laughs> なんでそんな乳首強調せなあかんねん、あい <laughs> さんが。<laughs> もう危なかった、今竹内までかかりかけたわ、ほんまに。<laughs> それがもう見れなくなった見れないですね、す今ないですね。竹内先生怒ってたあったんじゃないですか、あの、はい。 映画始まる前の映画泥棒。映画泥棒。最近新しいアクション。なって、アクション的になったでしょ。知らんけど。なってるんですよ。アクションパターンになってるんですよ。んで、あれのなんか単独の映画を作るとか作らんとかいうような話も出てる。映画泥棒の。映画泥棒。スピンオフで。だから、ちょっと僕あれ、映画泥棒ってね、あれ、僕、僕問題ありと思ってるんですよ。あの人は、顔がカメラやから、どうしようもないんじゃないの え、どうですか顔がカメラやから。カメラで撮ってるって言われてるわけでしょでもしゃあない顔がカメラなそういう人やから。そういう人やから。それで泥棒してた捕まえたやけど、その人やからつって捕まえたらあかんやん。まあまあ、そうですよね。言うたら、その、でしょ入ってるだけやったらね。うん。顔がカメラの人やから。そう。で、あれ、後ろには顔がコーラの人とポップコーンの人もいるわけよ。はい、います、います。いますよ。ポップコーンの人は。ダウンロードしちゃう。そう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 。の警察官はまたポップコーンが一恥がけってくな うん。あれも不思議でしょうん。うん。で、なんか、警察官でもパ,パトライトみたいなの顔になってるうん、はいはい、うん。だから、あれがちょっと僕ね、あの、映画泥棒に関してはね、ちょっといかがかと思ってたんですうんうんうん。いや、それはしゃあないやんとね。あれ、うん、ほんまに映画する企画あんのありますよ。へえ<ー>。最近新しくなったから、あれね、7年ぶりかなんかで新しくしたらしいんですよ。うん,う,んう,んうん。うん。で、その、監督が一緒らしいんですよ、ずっと。で、今度だから、あれを、うん あの、主人公にして映画を撮りたいと。いうようなこと言ってましたよ。あんまり見たいと思わんけど思わない。僕はもう大嫌いですよね。あれで寝てしまうんですよ。もうあれにたら僕目閉じるんですよ。嫌いで。あれあ当ね。はい。それでもう寝てしまうんですよ。寝てしまうとあかんが。うん。うん。だからほんま困っとる。うん。なんとかしてほしい。あの映画泥棒。何とかしてほしい。大やねん、その。ほんまに。いや、愛之助さんのやつはええんですね。あれはあれ大好き。 僕、だから、あの、パークスの絵好きですよ、コマーシャルで。あの、正直系ね。正直系の。アメ村みたいなところのね、ふわーって歩いてる女の人がいてね、ウィンクしたりするんですよ。で、アメ村で遊ぼうとか言うんですよ。はいはい。うん。で、なんかアメ村のホテルかなんかのコマーシャルやね。おなんかちょっと、あの、今風の女の子がね、ギャルっぽくね、あの、アメ村で遊ぼうとか言うんですよ。で、その後ね、 創建かなんかの、あの、というところのコマーシャルだと思う田舎が映って、もうすごくカーディガン着た、おとなしそうな女の人が出てきて、こういう街に住みたいな、みたいなコマーシャルなんですでもよく見ると、同じ女の人なんですよ。ほうほうほう。で、片やア村のホテル。片や創建というなんか、古い家を買い取って、また新しくするみたいな。リフォームするような。みたいな会社。業はい。で、これは同じ経営者ちゃうかなと思うんですよ。多分で、そこに、 あの、同じ女の人が、こちらギャル風、こちらちょっとなんか、主婦風みたいな、出てるわけよ。で、これはどういうつながりなんだろうなとか思ったりね、見るわけよ。<あ>そういう目で。そういう目で見ると。<laughs> どういう目で見てんあ、できとんのかな、みたいなね。<laughs> 妄想ですよ。ああ。あくまでそう、竹内先生がそう見て、そういうね、いろいろ想像を働かせて、はい。みんなそこまで見てないから、別の女人と思ってるんですよ。でも実は同じなんですよ。女はつまり、同じ女の人を起用してるわけ。そうなんですよ。ちょっとギャル風にしてるのと、ちょっとレディース風にしてるのと。ふるので。はい。ってことはなんかこれは。なんかあるでなるほど。うん。そこまで深い話はないような、規模宣伝もしませんけどね。はい。はい。言うてやね。竹内先生相変わらずですよね、その、 ものの見方がね。はい。はい。でも、僕らほんまそれで学びましたからね。うん。何学んだよ。お前人生の何学んだよ、今。あの、ほんまに人生で必要ないことは全て竹内義和から学んだっていうの僕は。必要ないことは学んでるやろな。な広金健先生のそういうを言うてましたわ。う役に立たんことよ知ってんねそうやねんなその会ほんまに知ってるから。はい。もう先生が、 資料の盆踊りてどんな映画あって、すごい疑問を投げかけた時に、うん、僕はベラベラ、こんな映画ですよって言ったら、うん、ああ、やっぱり役に立たんことよしってね、って感心された <laughs> いや、もうそれは役に立たんことほんまに。 ね。うはい。ねうかつに口車に乗っていくと偉い目やるいうね。数々の周りに、まあ、竹内さんは今生きてますけど、周りに獅子類々の竹内義和ずに騙された。いろいろそういうね、事業とか考えはるから。そうですよね。いろんなアイデアは、屍がね。鹿が。海浮かば、みたいな。はい。まあなんかほんまにあの、竹内義和ずに、なんかお願いしたらなんとかなるんちゃうか、とか言って。幻想があるんだよね。いや、もう幻想って自分で言うから幻想って。食わ まさひろさんも最後まで竹内さんの、あの、なんか台本で、はい、例えば芝居するって言ってるの、なかなか竹内さん台本あげてくれへんかって、あげてくれへんなぁと、まこっちゃんからも言うといてな、竹内さんに早くと台本あげてくれって、おいら、舞台やる気まんまやねんから、ええええ、言ったまま、桑名さんも亡くなられましたからね、<laughs> そう考えたら。ね、そうなんよね。ねじゃあ一曲いきましょうか。はい、さんの選曲で。あのね、これはね、実はあのー、うんはい、えっとこれ、えー、平井健さんの、瞳を閉じて、 ほう。これはなんで僕がこれ選んだか実はこれあの、映画世界の中心で愛を叫ぶ。ああ。世界中ですね。世界中のテーマソング、エンディングソングやったんかな。で、俺らがその年流行った時の、真夏のサイキックミーティングのオープニングに、ああ、せせせあの、松村邦広くんを使って、はい。とある野球選手が、ほうほう。えっと、いろんなところにお金を借りに行くという。あはははは。 っていうのをオープニングで映像を作ったんですよね。はいはい。で、その時に、あの、タイトルが、新世界の中心で、金を貸してくれと叫ぶ <laughs> おこれは俺が台本書いて、ね、ええ、あの、松村国宏くに、野球、とある野球選手のモノマネを、はい。ずっとしてもらいながら、ええ、金貸してください、4000万必要なんですとか <laughs>、いうのをやって、最後は新世界の真ん中の中心で、金貸してくださいって叫ぶので、 でそれで、おいらがカメラ、後ろから撮ってて、新世界の、あの、通天閣から、通天閣の真下で、はいはい、あの、松村くんが、あの、モノマネで金貸してくださいって大声で叫んで、それをバーッと大ロングで撮ったら、通天閣がパーッと切麗に映るという。そで、その時に、この曲が流れるというのが、うん、それが2000何年かのサイキック、真夏のサイキックミーティングの厚生年金大ホールで、やった時のオープニングです、ねうん、そうですよね。うん、はい。そうなんですよ。 まさか、平井健さんも、そんな使われ方をしてと思わなかったと思いますけどね。じゃあ聞いていただきましょうか。瞳を閉じて。はい、ということで、もうお別れの時間ですね。近いですね。あっという間でしたね。あっという間でしたね。ちょっと一つ告知、あいどう間言わせていただきたいんですけれども、竹内先生とイベントやってます、あの、モーゲンフリーマン。今月あの、オンラインでやろうかなということになりまして、8月20日木曜日の 19時半から21時までを予定してるんですけれども、ペンティックスっていうんですかね。ペンティックス。そのサイトで予約できると。い。う形になってまして、私のツイッターのプロフィールのと固定してますんで、そっからちょっとあの、検索していただいて、入っていただいて、ご予約いただければ。はい。はい。お願いいたします。オンラインですよ。オンラインですよ。本当にね。時代はやっぱりもうね、リモートですよ。リモートですよ。うあれチケット取る、またチケットはいくらなんですかチケットあのね、今回は初回お試し 価格であのアワーズの大鳥さんがねあのメール僕らに送ってきたんですけどちょっと私メカに弱いもんでお試し価格で失敗するかもしれないで千円でお願いしますそうなんですよ一回実験しますけどまだでもねあの前調子の茶色マッチ回でも千二十もねあ八百人超えたぐらいですすごいですねすごいよねアーカイブ入れた八百超えたみたいですからねいやでももう多分このご時世だから なんかね、ラジオはタダで聴けるとか皆さん思っておられたりとか、思ってるけど、考えてみたら、階段なんかも、実際そこに行く交通考えたら、リモートでやった方が、地方の方は見れます。見れますからね。ね、いい形かもしれませんね。うん。でも、今週、CBC のマコスさんのラジオに、竹内金貴ちゃんに来行かせていただいて、階段を披露させていただきます。ね、あの、立て続けに3回会ったらもうええな。10年会うてへんかったのに。 立て続けに3回会う,もうと、なんか10日間の間で3回会うっていうのは、ちょっとしんどいね。<laughs> <laughs> いいじゃないですか、お二人がね、年末のまたね、12月ぐらいに呼んでいただければありがたいです年末また京都でやりましょうか、お願いいたしますね、状況が変わって、またね、2020年を振り返るでいいじゃないですか、いいですね、いろんなニュースの年もいろいろありましたから、そのときも竹下さんの話、うかつに、なんか、あっ、んかすぐ信用するのやめましょうね、ほうとか言うてもうたりとかしてい <laughs> この番組は京都の不動産株式会社さくらの提供でお送りしましたせーの。